ましょう。空間が広がっていました。さあどうする大久保。もう限界入ってしまった。仕事いやいやいや、まさかこの先一般道シートベルト待ち伏せエリアで注意してください。大久保は敷居を越えて陽道たちがいる部屋の中央へと進みます。そして近年徳川幕府は
なれば陽動を討ち取ることも辞さない覚悟だったのです。どうして明治新政府は徳川慶喜を排除した形で始まります。日本史の転換点となった王政復古クーデター、その時歴史が動いた瞬間を VR で体感することができました。なんだよ、協力してください。
邪魔くせえな。邪魔くせえな。数千メートルに邪魔くせえな。でっかかんだよ。行けよ。めんどくせえよ。めんどくせえよ。眠くなんで暑くて。邪魔なんだよ。その到達点が霊長類最強の異名を持つ公式戦119連勝変わんねえな。吉田沙保里だったのかもしれない。変わんねえな。変わんねえな。日本の女子は世界を席巻。変わんねえな。金メダル獲得数はぶっちぎりの世界一。レスリングの歴史に確かな足跡を残してきた。じゃあ変わんねえな。そして今次なる世代の日本代表の実力は吉田たちを凌駕すると噂されている。この先一般の吉田が連勝記録を迎え、これまでに多彩な攻撃を駆使する藤波辺り。レスリング女子が世界に衝撃を与えたのは去年9月の世界選手権だった。進化していって、全階級金を狙えるところにいる女子レスリングチームの強さに私は誇りに思います。パリオリンピックに挑むのは新世代のこの6人。平均年齢は22歳。5人が初出場というフレッシュな顔ぶれだ。中でも世界的に実力が抜きん出ているのが軽量級のこの2人。いずれも超攻撃的なスタイルが持ち味だ。
して53キロ級の藤波朱理。中学2年の時から公式戦の範囲で133連勝を誇り、高校1年の時にインターハイで上級生たちを圧倒。
界全体の 93% に達する。一方、同じ軽量級の先輩、吉田、相手と距離をとっている。相手に触れている時間は藤波より大幅に少ない 54% だった。離れた位置から相手の懐に飛び込むタックルを武器としていた吉田、スピードをつけるには相手と一定程度の距離が必要だったのだ。しかし現役時代の晩年は海外勢に研究されて距離を詰められた。タックルの成功率はロンドン大会の時には 83% を誇ったが、リオデジャネイロ大会では 60% にまで低下した。